ですね。設置完了。ここからの配置見ていきます。アフターショット、ポポ勝ち。そしてマンチキンとワンキルずつ取って、ここはアステルのキルとなり、アンカーも耐えるが、残りは2オンツ。解除もやめています。おっと、これはアンカー、おー取った、アンカー4キル、やってくれるね。おシーラッシュ、シーカ打ちました。ファーストブラッド、アラウヘイト、アステルネスが落ちました。しんがりを務めますガレージ2、注目のガレージは後から来る。その間にメイ、ポポ勝ち、先に入った。最後の一人だ。ただシルフィー残された、ワンオンツー。この角度だと難しいか。グラビティエル解除できない。ただこれは時間が、もう時間はありません。ワンチャンスが、素晴らしいシルフィーのグラビティエル、おさらに削って、おお、ディスミスで逃げたメイ。ブレードストーンも放ちました。おお、マンチキンサクッと一本、ハンターブフューリー、ポポ勝ち、メイのダブルキル。さあ、アラウ対メイ。敵残り1名。アラウがワンピックして、ブリンカウト。アラウ対マンチキンはマンチキンのもの。早め、ここはメイがファースト。ヘイトを隠しましたね。その間にアラウ。ブレードソム外してしまう。メイのダブルキル、トリプルキル。4人目。敵残り。継承中。エースを取りました。さらに上がっています。正解は分かたれた。コズミックディバイトで A 側プレッシャーをかける。ファーストブラストはネス、シルフィを落とします。2人目、またむね、ローリングサンダーを構えた瞬間でした。一方でヘイトとアラウ、中を取った。キルジョイの位置ではありませんでした。入っていく。アステルのカバー、マンチキン。そしてラストはアラウ。ワンワン。アステル対アラウ、この戦いはアラウです。テイルジェダイとクレジラ君は C 側は特にプレッシャーをかけません。スモークを張ります。ネスのので、ここから先に行くことは難しい。ポポ勝ち、ネス。このラウンドではネスが3取ったところで、今度はジェダイとはもう一度ガレージプッシュ。ネス、ワンピック。エントリーに入ります。ここはクロスの形。ネス、抑えられない。逃げて無駄。グラビティベルから。さあ、シーカを入れた。Cでキャリアダウン。しかし、勝っていくのは焦る。ここにはシルフィ。足を飛ばした。シルフィ、ダブルキル。敵残り、まだ奥にいる。ラストはヘイト。待っていました、ポポ勝ち。流し、メイを隠したマンチキン、ローリングサンダー、メイは手前だ、ショートはどうだ、ショートはどうだ、メイが抑える、メイが抑える。しかしアンカーもカバーだ。4対4、中ではアンカー、アラウ。アフターショックで足止め、設置は完了。3人でのリテイク、クレイジーラ君。頭だった、打ち合いではポポ勝ち、ポポ勝ち、ダブルキル、ツーオンツーです。残り1名。ラストはシルフィー、ワンオンツー。グラビティウェル誘った、シルフィー体力1ミリ、抜いた、抜いた、体力10ミリでの対決はネスだ。やれやれ、7本目、クレイジーラクーンが取っていきます。今3人でのリテイクでした。ファーストブラスト、ネース手前にいる。マンチキン、マンチキン出てくる、肘が見えました。強い、中に入ってガラウ。そしてポポガチローカバーでクリアし、そこ、あ、アタッカーサイドまでクリアして、そこからロング3で入っていく。フラッシュ、正宗。ポポガチは手前、1人。ここの打ち合いでは正宗、左にアステルいた。正宗のカバーにはアステル。
2on3。 メイディスミスで逃げ、カバーをマッチ、そして最後はマンチキンロン。8なんですよ。そうですね、 A メインなんですね。それでもワンピック取れた。そこからの A 流れは少し足音が聞こえたか、まだ残っています。アラウ、アラのカバー、ブリンクアウト、直ダッツ飛んでくる。ピークをするアステル、 A 中が取れ、後ろはマンチキンが抑えます。取り返しのシルフィー正宗、テレポーター消失、狙っていくネス。残り1、もうガレージを取って、C 攻めのように見せるのは考え的に分かるんじゃないですか。そうですね。さあガレージ抜けていきます。ファーストブラッドマンチキン、まだ行く。おー、ここはテイトのワンタップ、3人で出ていく。そうですね、こういうエリアコントロール大事です。4対2設置中です。スパイクを設置、設置はポポ勝ち、ネスは前に出るしかありません。トラップがやられた。この打ち合いではネス深くまで見に行きました。中に入っていく中、ポポ勝ちどうする。いやー、リコンボルト、まだショックダーツある。ただこれ阻止できませんね。残り1名、アンカーのピーク、バックサイト確定、セス。最後はアラウのキルとなって、マッチポイントは許しません。これで C 方面確定。ただ前に出るアラウ、アラウは勝負を仕掛けた、抜いていったアステル、シルフィーが落ちた。インスモークのマンチキン、正宗はバックサイト、コズミックディバイドを打ち、そこからの勝負はどうだ。設置までは届いた。その間にネスマンチキンとキルを取って、ここでもスローがかかった中でポポ勝ち。クレイジーラクーン、そうですね、今 A 側の方がやりたいことはロングにスモークを焚いてアランボットを設置したので、はい、A が中に入っていく。ジェライト、ハンターのフューリーを打っていく。マンチキンは中に入った。ファーストブラッドマンチキン、ブレードストーム、見てプレーか、そのぐらいのプレーだ。マジ前だ、まだ前にブリンツ、最後ね、選手によっては分かれます。分かれますね。ファーストブラッドは洗う、頭一個、ベルトにいるのが分かりました。手前にはポポ勝ち、壁を張って解除まで持っていけるか。ネスダメ、横にはまだネスがいる。ラストは1対1、アンカーの体力はもう17しかありません。ネスの足音が聞こえる。最後はネスだ。ファーストラウンドクレイジーラクーン、クルキューも見えるこの第3ラウンドの武器バイ。ファーストブラッドマンチキン、ヘイトが落ちました。メイはさらに入っていく。さすがにこれは難しいかというところでマンチキンも入っていった。1人取り返すものの4対2、マンチキンはこのキングウェイが大好き。残り1名、オーバーヒルと怖いところ。ワイマン、あ、正宗ですね、失礼しました。メイがエントリー成功。キング上には先ほどプレッシャーをかけていたマンチキンもいます。ブレードソーム打ち切った。オペレーターワンピック、3対4まで持っていきました。ヘイト、ダブルキル、ここにはアンカー、ラスト1-4、設置はできていません。なんとか1本目取れたジェダイト。マンチキンはキッチンから帰っていきます。キッチンマンチキン帰っていきます。そしてポポ勝ちのファーストブラッドからヘイト、ツールドフォースでダブルキル。3人目、3人目、マサムネ後ろから、これでジェダイと相手の、ただクレイジーラ君は同じ A ラッシュ。おお、ファーストブラッドマンチキン。そうなんです、前目行くとこうやって削られちゃうんですよね。シルフィー以外寄っていきます。正面では3対4の状況、ベルトからのカバーもあります。メイがさらに奥深くまで、キングにはマンチキン。ここではアンカー、ワンキル取った、削っている、落ちる、ショックダーツで倒されます。
ヘブンから覗かれたという情報がありました。アステル、ここの打ち合い勝った。しかしシルフィーダブルキルはできず、ポポ勝ちのカバーが入りました。クレ右にはスローブ、キング上にマンチキン、ファーストブラッドメイ、セカンドはマンチキン、マサムネを抑えるがアステルのバイパーズピット、壁を張っての設置まで持っていけるでしょうか。クレジーラ君、キング上にマンチキン、B の展開もあるよというような雰囲気も出しながら、ああここで一人削られての設置、蘇生打った、ファントムの抜き毒、アステル、さあラスト見えたところもアステルが抑えて6本目。クレイジーラックがエントリーが始まりました。ファーストブラッドメイ、スネークバイトで足止め、前に出ていく正宗、もう一回前に出た、勇気のある飛び出し、下がっていく正宗が見えました。メイ、大振り隊長は甘えているだろうというアンカーの抜きです。ただ後ろに下がればそこにはヘイトがいます。3本かなり広く取っています。おお1人でしょ。さあランデブのワープ先を壊して寄ってくるヘイト、しっかりネスアステルのカバーが入って設置まで持っていく。おお、ここ打ち勝った。ラスト1オン3解除できません。一人持っていった、もう時間はありません。ブリンクアウトで逃げた。毒の壁よ、最後はメイ、ファーストブラッドヘイト、でも蘇生をします。ダブルピック、正直どこに行こうもできない、そんな状況になっています。邪魔よ、ワイヤーを使いながら下ではシルフィー、立ち位置変えてシルフィーダブルキル、サイドを取ったメイ、ワンオンスリーです。ここだ、ラストはアンカーによってって言いますよ。キングウェイいつもいるよねとマンチキンを抑えていきましたです。4対4の状況に持っていったアステル、上からゆっくり入っていくところはネスが対応します。ここはスネークバイトの餌食、2対3の人数状況、ハンターズフューリー時間差で2発目、3発目、メイの射線も通り、ラストはアンカー、前に出ることができません。解除できない、3キル取るもののここで4対8の折り返し。そしてファーストブラッドはシルフィー、セカンドアラウ、そして設置まで持っていきます。5対2の人数状況、アンカーさらに後ろから、毒の壁よ、最後はアステルが残りました。これはリテイクは難しいと、その間2キルもかなり削れたシルフィー、逆にさあ壁を後から設置してカバーに入りながらスパイクを阻止したのはクレイジーラ君ネス。いやー、スパイク設置が止まった。残り17秒、時間がない。ここでは洗う、残り1名、ワンオンツー設置ができない、体力20、ネスのスーパープレイが出ました。そして、まあ、先ほどのクレジラ君だと焦る、おー、そこだとメイないことがたくさんあります。久しぶりに今できましたよ、今が出てきました。そしてアンカーカバーに入ったが、ここはハンターズフューリーを放っていく。さあ攻め側のハンターズフューリーの中、アステルもアラゴを倒し、そしてマサムネがアステルを倒し、手前ではポポガチ、いや止めた、時間を稼ぐ、うわラストはポポガチ、寄り待ちしないポポガチでした。
スモークで隠して、いやしかし気づいている。どうせ取った、終わった。3人目、しかしハンターズフューリーワンピック取って2オン2。アステルがラストアポポ勝ち、スモークを入れてそのまま3人が通ったというところもありました。ファーストブラッドです。ダイト、これ蘇生するの分かってて見てますよ。アンカー返した、蘇生だ。マンチキン、それを待っていた。アンカーいいカバーだ。ここ4対3の人数状況、寄っていくアステルポポ勝ち、勝負しようぜと。ツーマンセルでゆっくりと上がっていくポポ勝ち。キャンセル、苦しい状況ポポ勝ち。優先順位は手前だ。体力31、ここはヘイトのカバーだ。ラストはメイ、壁が張られました。横からブリンカート、上乗った。2人目は当たったかと思ったんですが、決まったじゃないかと、今決まったかと僕も思いました。思いましたよね、はい、一瞬前が壊れました、はいはい、なりました。贈り物だ。いやーだら、あと一歩のところでこれ4名寄っていますね。マンチキンのファーストブラスト、メイが落ちた。ほぼ勝ち、アステル、マンチキン化け物で見せるポッポ勝ち。最後はドローンから全員で詰めていく。